聖歌ですね、グレゴリオ聖歌なんかにもこのソルフェジオ周波数が、あります、入ってますということで、ソルフェジオ周波数自体は、全部ですね、あの9つの周波数が あります、若返る周波数ということですね、はい。なので、あなたもですね、もうどんどんこう若返っていきたいっていう。はい、どうもチャンネルアリューです、今日はですね、ソルフェジオ周波数の 528Hz について、お話ししたいと思います。はい、まあ、そもそもですね、ソルフェジオ周波数ってなんだっていう話なんですけど、これがですね、あの、まあ、スピリチュアル業界とか、あと自然療法の業界とかにですね、あの、まあ、癒しの効果があるというふうになって話題になった周波数のことを言います。はい。で、これがですね、あの昔にですね、例えばローマカトリック教会の聖歌ですね、グレゴリオ聖歌なんかにもこのソルフェジオ周波数が、あります、入ってますということで、また注目がさらにね、集まったというような話もあるんですが、はい。そもそもですね、じゃあ周波数って何なんだっていうところから、まあ、お伝えしようと思うんですけど、周波数っていうのは、まあ、学校で、習って覚えてらっしゃる方は、まあ、それでよしとするわけなんですが、まあ、要するにですね、こう1秒間の間に、まあ、音だったら、まあ、空気ですね、空気がこう何回こう振動するかによって、その振動の回数ですねが、まあ、周波数というふうに言われてます。例えば、電気だったら、1秒間の間にプラスマイナスが変わってですね、60回振動しますよってなると 60Hz、50回、振動しますよってことになれば 50Hz ですね。なので、こうコンセント、関東と関西と 50Hz、60Hz ありますよなんてね、聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、要するにこう1秒間にこう振動する回数ですよというのが、まあ、周波数、というわけなんですが、ソルフェジオ周波数は今回ねお話しするのは 528Hz なので、1秒の間に528回振動しますよという周波数になります。で、ソルフェジオ周波数自体は全部ですね、あの9つの周波数があります。で、今日はその基盤となると言いますか、まあ、一番有名なと言いますか、 528Hz ですね、はい。で、この 528Hz、このですね、音を聞くと、周波数をね、聞くとどうなるかという話なんですが、基本的にはですね、この人間の体って 70% がまあ水でできているわけなので、こう音の振動でですね、この水が揺れるんですよ。で、これで体を整えていくっていう、まあ、仕組みになっているといいますか、まあ、そういうことになります。はい。なんで、まあ、水はですね、こう音の影響を受けやすいんですね。はい。で、この 528Hz っていうのは、まあ、非常にですね、あの癒しの効果が高いと言われておりまして、まあ、大きくですね、こう言われているのが、まあ、DNA の修復をしますよというふうに言われてます。まあ、遺伝子ですね、はい。で、まあ、細胞をこう修復していくのを非常に助けると、言われております。あとはですね、この周波数は、まあ、不思議なことが起こるんですね、聞いてると、まあ、奇跡が起こるということで、奇跡の周波数というふうに、言われたりもします。はい。で、あとはですね、まあ、その細胞をこう修復していきますので、若返りにもいいと、若返る周波数ということですね、はい。なので、あなたもですね、もうどんどんこう若返っていきたいっていう場合は、この 528Hz ですね、毎日こうどんどん聞いていけば、どんどん若返っていきますよということになるわけですね。で、実際のところですね、僕も 528Hz、まあ、聞くことがあるんですけど、僕の場合はですね、ちょっとまあ疲れたなっていう時に、寝る前にですね、このソルフェジオ周波数 528Hz を聞いてます。で、前日、まあ、疲れて聞いてみると、翌朝ですね、割とすっきり起きれるんですね。で、聞かずに普通にですね、寝て起きても疲れが取れてない日とかってあるじゃないですか。で、これが 528Hz を聞くと、割とこう疲れが取れて、リフレッシュして、起きれるんですね。まあ、そういう意味では、まあ、DNA の修復、まあ、細胞の修復をされてるんじゃないかなと、こうわずかなるこう体感ながら、こう実感もあったりもしてます。
ので、こう疲れが取れるってことは、まあそれだけ回復しているってことなんで、その細胞をですね修復して若返りにもやっぱり効果があるんじゃないかなと、僕個人的には思っております。ですのでぜひですね、あなたもですね、まだまだこう若返りたいと、まあ、常にこう若くありたいという場合はですね、この528ヘルツ聞いてみてはいかがでしょうか。はい、ということでチャネラーリュウでした。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今 LINE で友達登録キャンペーンをやっております。友達登録していただくと不動明王のパワー付き画像と、私がアイスランドに行った時に出会った太古の神様からのメッセージをプレゼントしております。友達登録は QR コードを読み込んでいただくか、詳細欄のリンクから友達登録していただきます。あなたの友達登録お待ちしてます。